プレブルはアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の10番艦。艦名はエドワード・プレブル大将にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。プレブルは1957年12月16日に DLG-15 としてメイン州バスのバス鉄工所で寄港する。1 9 5九年五月十三日にラルフ・ E ・ウィルソン夫人によって浸水し。 1960年5月9日に、ボストン海軍造船所で、艦長エドワード・ G ・フィッツパトリック・チューサの指揮下、収益した。1975年6月30日に DDG-43 へ、艦首変更される。東海岸沖での成長後、プレブルは、パナマ運河を通過し9月2日に、サンディエゴに到着した。カリフォルニア周辺岸での訓練後、 プレブルは1961年2月27日に6ヶ月間の第7艦隊のため極東へ向かう。任務完了後9月28日にサンディエゴに帰還第1艦隊配備となる。その後東海岸に泊まり1964年2月26日にカリフォルニアを離れ3月13日から7月20日まで極東での任務に就く。続く5年にわたって プレブルは西太平洋において定期的な任務につき特に第7艦隊と共にベトナムの沖合で活動した。これらの配備でプレブルはトンキン湾で空母部隊のための航空警戒任務を担当し救助探索任務、地上部隊への支援砲撃任務に従事した。1968年7月に西太平洋から帰還したプレブルは カリフォルニア沿岸で活動し、12月にフィラデルフィア海軍造船所に向かう。1969年1月31日に予備役となり、オーバーホールを受けた後、1970年5月23日に最終駅し、太平洋艦隊に復帰した。プレブルは1991年11月15日に退役し、1992年11月20日に、 除籍、席、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。